当直球でございます。ではですね、ホッケー225に関していきたいと思います。はい、まずホッケー225、この動画ではですね、今まで当直球の方で紹介してきた銘柄を紹介した時点をですね、100として、その銘柄のですね、株価の変化率を追っていく動画となっております。ぜひよろしければ最後までチャンネル登録、高評価ボタンお願いいたします。で、セクターとしてはですね、まあ、幅広くなっています。コールセンター、デベロッパーですね、飲食店で、まあ、ここが今私の中で熱い SMS 関連、不動産テックで、あとはここが新紙幣とかですね、で NFT、まあ、半導体とか、まあ、幅広い、セクターになってます。で、なおかつ、メジャー株よりもマイナー株に焦点を当てておりますので、まあ、そのセクターがどんな動きをしているかとかですね、あ、こんな銘柄あるんだと、そういった感じでですね、お聞きいただければ幸いでございます。じゃあちょっと見ていきましょう。株価に関しては先週から1週間ごとになりましたのでご了承ください。リライアさん、リライアさんは、決算出てからですね、そこからちょっと上がってきてる印象で、まあ、ようやく戻してきたかなというところですね。で、今週、来週ですね、来週は5銘柄に着目しております。まあ、すでにですね、もう月曜日の大穴一戦として、たすきを上げたんですけれども、それ含めて5銘柄です。で、まず、1つ目がですね、日本エスコン。で、日本エスコンはこの青のところなんですけれども、一気にガンって下がってきて、ちょっと戻りかかっています。で、これぜひ、皆さんもチャートで見ていただきたいんですけれども、なんかここから上がってきそうな雰囲気はしています。まあ、ちょくちょくですね、日本エスコンに関しては、足型的にいいところでは、結構おすすめして、結構すんなりと上がっていくような印象もあるんですよね。まあ、地合いもあるんですけれども。なので、ちょっとぜひ、一つ監視してみてください。日本エスコン知らない方は、ぜひ概要欄の動画を見ていただくか、ご自身でぜひ調べていただければと思います。まあ、ここはですね、日本ハムの新球場、日ハム関連、まだじゃないんですけどね、になってくるので、ぜひぜひ注目してください。もしかすると、安いところは買い場かもしれません。配当利回りもあります、高いですし、優待、クオカードもあるんで、まあまあ、個人投資家にはいいんじゃないですかね。10万円以下で買えますし。というところがございます。で、信越ポリマー。実は、信越ポリマーはもう、結構ここ最近強い動きしてるんですよね。はい。結構、ガンガン上がってきて、強くないんですけれども、っていうところはあります。で、柿安が本当これ徐々に上がってるんですよね。徐々にって感じですね。徐々上げで、なのでいい感じに上がってますね。はい。で、日本電気ガラス。日本電気ガラスもじんわり上がってきてます。ここも配当金高いですし、ちょっと言い分かんないというところでは、まあ、引き続きを注目なところかなとは思ってます。まあ、ただ、ナトリウム固体電池、まあ、あれ実用化がいつかっていうところが焦点になってくるところではあるんですけれども、まあ、まあここもぜひぜひ監視していただければと思います。で、次、2点目。これちょっとぜひ見ていただきたい。来週の大穴、5銘柄の中の一つですね。知能。知能は決算発表がありましたし、来期の見通しも出してきてると。まあ、その中で決算短信、ちょっと決算説明書はないんですけど、決算短信読んでいただければ、比較的ですね、結構中堅調な動きをしているというところがあります。で、決算短信の中でも、センサー関連ですね。先日、岸田総理がですね、国産ロケットの関連
で、まあ、今後どんどん開発していくというような記事がありました。まあ、これが本当かどうかってところは、まあ、やるかどうかってところあるんですけれども、ただ思惑として、ロケット関連来るかもしれないですね。で、インク。インクが結構上げてたのは多分この関連、何の情報もなかったんですけど、上げてたのがこういった関連じゃないかなと思ってます。インクはですね、まあ、引き続き月曜日注目してもらいたいと思いますね。なのでそういったところで知能、決算短信の中でも航空中関連の受注は底堅いとかってやったので、ね、ぜひ見ていただければと思います。で、アクリート。アクリートは決算後、冒頭しましたね。で、まあ、やや、利確売りに押されている印象はあるんですけれども、まあ、今度そこから一段高で今、よくよくと足場を築いていけてもらえればと思います。まあ、SMS の市場は明るいので、本当に安いところでは買いというような銘柄だと思いますね。まあ、AI クロスも同じくです。まあ、AI クロスも、まあ、一時期の悲惨な状況よりかは、まあ、なんかそこ、打ってきているような印象もありますね。で、3番目は大穴。月曜日の大穴、タスキ。タスキが、じわじわ上がってきてるんですよね、本当は。派手さはないけど、コツコツやっていく。もうこれは両南の植草みたいな、そんな選手ですよね。はい。もう本当に、安牌な銘柄。で、先週の水木金ぐらい板がですね、結構良かったんですよね。買い板があったんで。タスキはよく注目ですね、来週も。はい。明星工業。まあ、ここはもう、可もなく不可もなくっていうところです。ゆかちゃん。ゆかちゃんは、なんか今4000と4500、4500言い過ぎですかね。4400台のところをまあ行ったり来たりしてるかなというところで、また4000に近づいてきてると。いうところで、まあ、月曜日の相場次第ではもしかしたら結構また上がってくるかなというところがあります。で、オイレスは、まあまあ、こんな感じでしょうと。スクロール。スクロールがね、なんかいまいちパッとしないんですよね。はい。なんかもう800を行ったり来たりしているようなところなので、どうかなというところあるんですけれども、ただこれ、5月のですね、確か31かな。株主総会があって、そこのですね、第5号、6号議題だったかな。ちょっと名前不確かなんですけれども、間違ったらごめんなさい。前田さんっていう方が確か提案されてたんですね。3万株ぐらい保有されてる方。その方が、まあ、取締役のして就任されるのと、あとは、株主還元。自社株買いとか配当を増すとか、あとは子会社を上場させるとか、まあそういうところも提案されてね、これめちゃくちゃすごいいいなって思ってるんですけれども、まあただ取締役の中では反対というところだったんですが、まあここはですね、ぜひスクロールの株主の皆様もどうなっていくかわからないんですけど、これがまあもし賛成になれば、スクロール結構動きも面白くなってくるんじゃないかと思ってますんで、個人的に私はそこ結構要注目してます。はい。で、グローリー。グローリーは決算後落ちてきているところで、まあ1900円ぐらい、ちょっとそこ打てるような感じもあるんですけどね。まあす、まあ、グローリー自体、技術力があっていい会社なので、ここはまあ安い時には仕込みたいところですね。なおかつ新紙幣のところもあるので。まあただ短期的に動くかというと短期的には動かないと思うんですけれども、まあ中長期で見れば割安なところに位置してるんじゃないかなと思ってます。で、シンフォニア。シンフォニアもこうやって見ると結構いいんですね。右肩上がりで上がってきてるというところで、やっぱりもうイギリス関連。ただ、ここも今僕、ボックスで動いてて、今ここを抜けるか抜けないかってところの正念場を迎えています。まあ、なので、ここよ、まあ、打診買いをして、下がればもう打ってもいいと思うんですけど、上がれば、もう持ち越し。まあ、そういった局面かなと思ってます。で、ミクシーが、なんか、下がって、上がって、下がって、
て、なんかね、ちょっと動きがおかしいような気もしてるんですけど、まあ、ここはどうかなと。まあ、ただサウジがですね、ゲーム関連の株を買ってきてるというところの思惑の一角として、ミクシーももしかしたらあるんかなとも、個人的にはちょっと思ってます。で、4銘柄目がですね、日本ピラ。日本ピラいいっすね。日本ピラいいっすね。日本ピラいいっすよ。いってます。はい。唯一無二、こうしやすい品あるというところで、ここはいいんじゃないでしょうかね。で、まあ、朝日有機材はまあ、こんな感じでしょうと。で、イマジニア。イマジニアが決算迎え下がったんですよ。で、今ちょっと下がって、足場固めているようなところでもあるんですけれども、ただですね、今期の見通しもね、良くはないんですよね。まあ、ちょっと投資に力を入れているというところもあるんですが、まあ、これ本当に、この5番目の中での一番の大穴はここですね。ここをそこ打つかどうかっていう局面として考えています。で、今ですね、3月からかな、ちょっとどう読むかわからないですけれども、株式会社 VARK、バークっていうんですかな、のメタバースの中で、すみこ暮らしがちょっとですね、なんて言えばいいですかね、イベントとして入ってるかっていうか、まあ9月ぐらいまでやるみたいなんですけど、まあ今私もアプリ入れてみてちょっとやったんですけど、まあチケットはいるんですけれども、まあ無料で楽しめると無料で、まあちょっと歩けるぐらいなんですけど、まあ、ちょっとそういったメタバースのところにも食い込んでるというところになります。まあちょっと来週の試合どうなるかわかりませんけれども、まあ引き続き頑張っていきましょう。